今回はこのアルミサッシの扉の鍵をご説明いたします。アルミサッシの鍵についてはここのセンターの部分からここの分まで何ミリあるかっていうことで大体が計算されています。普段はこういう鍵についてはバックセット64っていう数字で箱に記名が書いてあるんですけれども、サッシの関係だと100、120、150というような感じで、みんな明記があります。で今回今この扉がまあ原骨が緩んでるんで原骨の直し方について、この部屋の中に入ってご説明をしていきたいと思っております。はい、どうぞこっちに入ってきてください。で要はここのところに隙間があって緩んでいるっていうのが分かるんですけれども、この鍵のタイプについてはここの部分をこういうふうに今座を回しますけれども、こういうふうに回すことによって取れるタイプと、それからここのところに穴が楕円形の穴があって、このノブを回すことによって楕円形の穴と穴を結んで精米同士で刺すことによってパパッて抜けるタイプと2通りありますので、それはご注意していただきたいと思います。ただこれ戻すときに金物で締めないで手で締めるようにしていただければ大変ありがたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回はこれ緩んでいるのでここを締め直します。ただ目いっぱい締めてしまうと今これ回したハンドルが硬くなったりなんかするので、適度に締めていただいて緩まないようにしておいてもらえれば助かります。でこれを戻します。今締めました。でなるべく手の力で目いっぱい締めるようにしていただければ問題ないので、ただ最後に鍵をかけなきゃいけない、鍵の部分がついてるんで締め付けちゃうとこれが重くなります。今軽い音がしてますけれども、そこら辺まで注意してこの鍵の交換等をやっていただければいいのかなと思います。以上です。